こんばんは、孤独の女王、ビビアン佐藤です。でなんかちょっと真面目な話をすると、そうですね、まあヨーロッパ、アメリカ、まあ、日本もそうなんだけれども、近代っていうものはなんかその、まあ、対立であったり、欲望であったり、なんかこういろんなものを拡大する、成長する、なんかそういったこうマッチョ思想、要するにその左脳的な、そういった考え方がこう中心になってきたんだけれども、それは本当にこう例えばこう今になって人類にとって本当に幸福なことなんだろうかというふうに思うわけですよね。そうじゃなくって、例えば脳で言えば、例えば無能的な考え方、要するに個人的なもの、もっとこう潜在意識にあるようなもの、そういったこう無意識的なもの、そういったものと自分たち の個人の幸福と、それからこう全体の人類の幸福が割とこう同じような、地平にあるんじゃないだろうか、なんかそういうふうに考えたりしてるんですよね。なんかそういったこう、ものの見方が例えば映画を通してできるんじゃないだろうか、そういうふうに考えております。例えば20世紀って言われるのは、例えば戦争と映像の世紀っていうふうに言われていて、まあ、それの2つがこう共犯関係だったっていうふうに言われてます。要するに映像によって戦争は助長されるし、戦争によって映像ってものがこう成長していく、なんか2つのものがくっていうかこう関係し合って成長していったんだけれども、それが20世紀で前のものではなくって、今もなおもそういったものがこう続いてるのではないだろうか、なんかそういったものではなくて、もっと映像は映像でこう、いろんな多元的にも見なきゃいけないし、社会であったり、世の中もそういったものの見方ができるのではないだろうか、なんかそういうふうに考えてます。で映画を一つ一つの映画ではなくて、ある部分、まあ、いろんな映画の中のある部分、共通なところでこう何かこうそこからこう成り立つような、何かこう共鳴するような、何かそういう共振するような、そういったものがありえるのかなというふうに思ってるんだけれども、例えばベートーベンのピアノソナタの「エリーゼのために」という、ピアノの曲があるんですが、その曲っていうのは割と映画ではたくさん使われてはいるんだけれども、とても、割とマニアックな使い方をされております。そうですね、例えばその、まあ、映画史上とっても有名な作品なんだけれども、ルキノ・ビスコンティ、まあ、ビスコンティはとっても有名なあの監督よね、元貴族で、ミラノをもう統治してた、そんな一家の、監督なんですけれども、その、まあ、ビスコンティの中でも、まあ、代表作の一つなんですよね。そのベニスにシスっていう映画があるんですけれども、まあそうね、まあモデルは、まあ、実際いたそのマーラっていう、まあ、現代音楽の、それで作曲家がモデルになってるんだけれども、そのまあその老作曲家はすごくこうスランプに陥ってですね、一人でこうベネチアを旅をするという映画です。でその時にですね、美少年のタージオという、少年とこう偶然出会ってしまって、彼をこう追い求めるわけですよね。でその、まあ、主人公はアッシェンバッハ先生っていうそういった作曲家なんだけども、彼はもう、初老を迎えてですね、自分の人生もそんなにもう長くはない、自分の若さもないし、すごくこう作曲家としては割とこうなんだろう、有名で名声を博してるんだけれども、その肉体的、容姿的にはこうだんだんこう落ちていって、とてもこう負い目を持ってる、なんかそんなような人なんだけれども、ある時にですね、まあ、そのベネチアでその疫病が流行ってしまうわけですよね、そのバカンスの間に。だけれどもそのホテルの人とか、それから観光館の人とかはもうみんなそれをこう隠すわけですよね。まあ、よく今もそういったこう何かこう不都合なことがあると、やっぱりそういった公共のものってのは割と隠すんですけれども、まあ、それと同じようなことがその映画の中で行われています。それでその中でそのだんだんその実はアッシェンバッハ先生もその疫病にかかってしまって、こうだんだんこう意識が朦朧としてくるわけなんですよね。である時にそのタージョーと同じホテルに泊まってるんだけれども、その彼がその深夜そのホテルのこうロビーに行った時にですね、
ター城がエリーゼのために、先ほど言ったそのベートーベンのエリーゼのためにをこう弾いてるわけですよね。まあそのアンニュイな感じで、でその時にそのホテルのそのまあオーナーであったり支配人であったり人に、例えばそのここで本当に疫病が流行ってるんじゃないだろうかっていうふうに聞いても、誰も本当のことを伝えてくれない。でだんだん彼は不安になるんですよね。でそのうちにそのエリーゼのためにを聞いてると、彼がその地元のオーストリアの時にですね、この安い売春宿に行った時の記憶も蘇ってくるわけなんですよね。でそこの売春宿ではそのエリーゼのためにもこう売春婦がこう弾いてるわけなんですが、まあその調律がこう狂った、ピアノで弾いてるんだけども、その時のこう記憶にこう蘇ってつながっていくわけなんですよね。でその記憶、まあその思い出みたいなものがこう終わって、辺りを見回してみると、もう特にタージョはもういない、まあいないし、もしかしたら最初からいなかったかもしれない、なんかそういった、シーンで使われてます。でもう一つは、ガス・バン・サント、まあ今アメリカでとても、人気の作家さんなんですけれども、まあアート系の、監督です。で彼の作品で、エレファントという映画があります。でこれは2003年の映画ですが、これどういう映画かというと、コロンバイン事件、コロンバイン高校といってですね、銃の乱射事件が高校で起きた事件、まあ、実際あった事件をモチーフにしている、作品なんだけれども、その、まあ、銃の乱射自体が、テーマではなくて、まあ、その面白いことにですね、まあ放課後の数時間、まあ、たった数時間のことをいろんな生徒の視点をこう織り交ぜてですね、重層的に同じシーンをこういろんなシーンで描いていくっていう、とてもあのそうですね、まあ、映画でいうとアルトマンみたいな、描き方で撮ってるんですけれども、その中でですね、銃の乱射をしてしまうその兄弟の、話、エピソードっていうか、そう視点で描かれてる場面があります。で彼らはそのまあ、マリリン・マンソンとかそういったこうデスメタルが好きでですね、ある意味その社会であったり学校ではとてもこう仲間外れであったりですね、こうのけものにされてるようなそんな子たち、そんな、兄弟なんだけれども、彼らがその、まあ、地下室とか自分たちのこう、子供部屋で、まあ、登校拒否なんだけれども、ある意味、まあ、一人はこうピアノを弾いてるわけですね。でその時に弾いてるのがエリーゼのためになんですね。でその時にこうずっとこうワンカットでこう子供部屋をこう映してるんだけれども、そこに一瞬だけこう象の、なんかイラスト絵がこう壁に貼ってあるんですが、それが映る、まあそのエレファントっていう名前の映画なんだけれども、全く象は映ってなくて、そこの一瞬でしか象は映ってないわけなんですよね。どうしてそのエレファントっていう映画のその題名になったか、これもまた結構不思議な話で、ガス・バン・サントはその説明をもう実は一切していないんですよね。で実はそのエレファント、まあその中国、インド、それからまあアメリカのことわざでもあるんですけれども、例えば日本でもそのあれは、写楽がね書いてる、あ写楽じゃなくて、あれは、写楽かな、描いてる絵があるんですけれども、要するに盲目の人たち、この群盲像を表すっていうそういう、絵画があって、例えばこう目が見えない人たちのこう、大きな像、まあ、日本では当時像っていうのはすごく珍しかった、江戸時代の話ですけどね、珍しくてですね、こう目の見えない人たちがこう寄ってたかってこう像をこう撫で回してる。で例えばある人はその像の鼻を持って、これ大きなこの大木だ、まあ、もしくは蛇だって言ってたり、それから耳を持って触ってる人はうちわだって言ってたり、足を持って触ってる人は大木だって言ったり、尻尾を触ってる人は蛇だって言ったり、牙を触ってる人はそのこれは大根だって言ったりですね。要するにその一つの、側面しかこう見えてないと全体像が見えないっていう話なんですよね。でそのエレファントっていうその映画自体もその、まあ、その新聞とかそういったニュースで報じているようなものだけが真実ではなくて、いろんなその事実であったりいろんな側面がそのある、なんかそういったことをこう、ガス・バン・サントはこう描きたかったのかなというふうに思っております。
でその彼らもそのエリーゼのためにをこう弾いてるわけですね。それから、最後は、ロマン・ポランスキー監督、の、ローズマリーの赤ちゃん、これは、1968年かな、の映画なんですけれども、それはどういうものかっていうと、旦那さんがこう若い役者さんで、奥さんローズマリーさんが、まあ、2人でそのニューヨークで新しいこうアパートに引っ越してくるというところという話です。じゃあそれはどういうところかというと、その後いろいろジョン・レノンがこう殺されたりですねしたダコタハウスという、割とその都市伝説になっているようなそんな、アパートなんですけれども、そこに彼らがこう、まあ、夢を持ってですね、引っ越してくるんだけれども、そこでその、まあ、誰が弾いてるかよくわからないんだけれども、こう下手くそなこうエリーゼのためにはこうどこからかこう流れてくるわけですね。でそのたどたどしいエリーゼのためを聞いていて、だんだんこう不安になっていくっていう話なんですね。まあ、そういう場面で使われています。でその若い夫婦たちの隣の部屋にですね、カスタベットさんっていうそういった老夫婦が住んでいて、彼らが非常にその親切、最初は親切なんだけれども、その親切が非常にこうあの過剰になっていって、だんだんなんかこう鬱陶しく感じてきて、もっとそれを通り越して非常にこう不安になっていくわけですね。である時その隣人たち、カスタベット夫妻たちがですね、こう悪魔教をどうやら信仰してるらしいっていうことが、分かってきて、でそれが妄想なのか本当なのかよくわからないわけですよね。そのローズマリーさんというのはその要するに妊娠をしていて、その妊娠してるそのお母さんの不安というか、なんかそういったものもこう加わってですね、よくこう現実とかそういったこう虚構なのかよくわからなくなってくるわけですね。でそのうちにその旦那の方もそのまあそのアパートに住んでるその人たち、悪魔主義の人たちにこう仲間に入れられてしまって、である時その自分の生まれてくる子供もその人たちにこう取られてしまうんじゃないか、なんかそういうこう妄想にそのローズマリーさんはこう囚われてしまうわけですよね。でそういったところでこう使われているのが、エリゼンのためになんですね。でその3つの映画、要するにそのベニスにシス、それから、エレファント、それから、最後のローズマリーの赤ちゃんで、3つともそのエリーゼのためにも、例えばこうサントラのような使い方ではなくて、まあその劇中誰かが弾いてたり、もしくは誰もその登場しない誰かが弾いていたりというところで使われてるんだけれども、もうどんどんそのこう日常であったりこう通常のこう精神状態がこうだんだんこう支障をきたしていく、なんかそういったこう日常の中でこう割れ目というかこう引き裂かれてこう隙間ができてくる、なんかそんなところからこう狂気みたいなものがこう出てくるんですよね。その時に使われているものが、くしくもそのエリーゼのためになんですね。それでその最初の、ベニスにシスはそのあれは、マーラーが、モデルになってるんだけれども、マーラーの曲もこうずっと何回も何回もこう、使われております。で、それのなんかこう対比させるためとして、ベートーベンが使われてるんだけれども、それから例えばそのエレファントっていうのはそのデスメタルみたいなものがとても、彼らにとっては、重要な音楽なんだけれども、まあ、それと、対比させる形で使われていたり。それから、3番目 の、 そのローズマリーの赤ちゃん、それはその悪魔教のそういったこう呪文ですよね、呪文と対比させる形で使われていたり、なんかその必ず何かこうメインの 音楽であったり、そういった象徴的になるようなもの、なんかそういったものとこうなんだろう、こう対になるようなね、例えばその3つの映画の中でそのエリーゼのためにと似たような曲ではダメだと思うんですよね。全く同じエリーゼのためにだじゃないとダメで、というのはやっぱりみんなその幼少の頃からちっちゃい頃からエリーゼのためでの各々の記憶というか、なんかそういった思い出みたいなもの、なんかそういったものと、それが関係してる、それがこう呼び起こされるような、なんかそういったものが、
あるのが面白いのかなと思いますけど、そのエリーゼのための共有意識みたいなものっていうのは国を越えてイタリアとか、まあ、アメリカとか、まあ、人種もいくつかあると思うんですけど、何を表しているというふうに思いますか。何なのかしらね。まあ、例えばよ、まあ、真面目な話をすると、その、まあ、ヨーロッパとかそういった、まあ、もちろんベートーベンはその、まあ、ヨーロッパ人なんですが、その、まあ、割とその人種差別、まあ、例えばユダヤ人の問題とかそういったものがすごくこう根底には必ずそのヨーロッパの歴史の中では、例えばその戦争より以前前からもずっとそういうのはあるけれども、まあ、そういったものとももしかしたら関わってるのかもしれませんね。日本の国でエリーゼのためって聞いた時にみんなは何をイメージするんでしょうね。何なんでしょうかね。まあ元々はそのベートーベンがすごくこう、なんだろう、恋していた、まあ、貴族の娘がいて、その彼女の名前が、まあ、実はエリーゼではなくて、テレーゼっていう名前だったらしいんですよね。でもただベートーベンというのはすごくその悪質っていうか、あの字が下手くそで、それがこう読めな、まあ、後世の人が読めなくて、それがエリーゼっていうふうにこう伝えられたっていうのは聞いたことありますけどね。なんか例えば一本の映画でも、例えばほら10年前見た時と5年前見た時と先週見た時と今日見た時と、やっぱり感動するところとか思うところが違うじゃないですか。それはそのこっちがその見てる側もこう毎日毎日更新されていって変わっていくってことなのかなと思うんですよね。だからそういうこう流動的なとか、すごくこういろんなこうなんていうかな、型にはまらないような見方、そういったものができたらいいのかなっていうふうに思いますけどね。昨日までね、この食べ物美味しい、今日はまずい、まあ、それもね、いいと思うんですよね。でもただ、好き嫌いではなくて、好き嫌いって分けてこう見なくなってしまうと、世の中はそこでこう半分になっちゃうわけですよ。で、それはすごくもったいないことで、嫌いなものでも見るとかね、食わず嫌いではなくて、体験してみる。じゃあ例えば好きだって思ってたものでも、本当に好きなのか、好きなのかどうなのか、その中で好きなものと嫌いなものの要素があるんじゃないかっていうふうに考えると、そこでまた世界が倍に増えるわけですよね。なんかそういうこう多元的な見方、自分も自分のことすらも疑うし信じるし、なんかそういったことができてたらいいのかな、面白いのかなと思いますけれど、今年の、まあ、ベスト3に入る映画があって、まあ本当に放題が良くないっていうか、その映画も良くないんですけれども、グレートビューティーっていう映画があって、放題が追憶のローマ、まあ、イタリアの映画なんですけれども、なんかフェリーニのようにね、ローマをこう舞台にした映画なんだけれども、まあ、非常にそのローマ自体がもう本当に廃墟なんだけれども、その廃墟を使った映画で、とってもなんだろう、成熟した映画なんですよね。だからそのこう光が当たってるところでだけじゃなくて、こう暗闇が非常にこう豊かっていうかね、暗闇が眩しいような映画なんですよね。でその映画の中でも、そのなんていうのかしら、そのただこう演出であったり演技ではないんですよね。だからその蓄積されたものが素晴らしい、要するになんかちょっと汚い話なんですけれども、素晴らしいうんこを見てるような映画なんですよね。要するにその素晴らしいうんこも一日ではできないわけですよ。やっぱり何十年何世紀もかけて培ったものが出てるようなもの、なんかそういったこう演技でもなければ、まあ、ドキュメンタリーに近いような、なんかそういうこう、まあ、そういう意味でのリアルなんですよね。ただ見た目がこう現実的だとかそういうことではなくて、演技を超えた役者、演技を超えたそういった背景、なんかそういった時間というか空間、そういったものがこう出てるものが一番リアルだなっていうふうに思ってますけど、日本はどう語読すればいいんでしょうね。日本の語読はね、どうなんでしょうかね。やっぱりその毎時毎時、そのいつもいつもその試されることだと思うんですよね。だからその何が日本の伝統なのかとか、例えば何が今まであるも培ったものなのかっていうことだけにとらわれず、その
今生きてることであったり、その現在性、現代性みたいなもの、そういったものをやっぱりその知ること、まあ、自分たちを知ること、自分たち自身をこう知ることっていうんでしょうかね、それがやっぱり大事なのかしらと思いますけどね。なんだろう、まあもう私はもうなんだろう、もう映画がもう人生の一部になっていて、映画を見ながら死にたいなっていうふうに思ってますよね。だからなるべくこうかっこいい映画を見ながら死にたいな、まあ、ドラえもんとかでもいいんですけれども、ドラえもんよりももうちょっとかっこいい映画で見て死にたいなっていうふうに思ってますけれど。